はい、皆さん、こんにちは。ファシリテーターの宇佐美と言います。ちょっと皆さん入ってるかだけ確認させてください。ちょっとお名前呼びますね。細井さん。はい、ありがとうございます。プロジェクトスマイルの方3名、金田さん、荒川さん、三橋さん。はい、大丈夫です。あと、三谷さん。はい。はい、ありがとうございます。福山ワールドフェスティバルの方、新宅さん、末広さん。はい。はい。あ、ちょっと、末広は休みです。蝶と末広と。はい。そうなんですはね。い、あと、栗原さんが耳だけでしたっけ？はい。はい、途中からちょっと耳あ、あだりけがとう参ご加ざにいなります。ます。あ、わかりました。あとは、谷本さんいらっしゃいましたね。はい。はい。あと、大丈最夫。後、宮口さん。はい、よろしく。はい。はい、よろしくお願いします。すいません、長々と。では、ちょっと休憩取れないそうなので、今から B グループの分科会の方を始めていきます。まず、井ノ原さん、ワードの共有をお願いします。大丈夫ですか？大丈夫です。はい。ありがとうございます。私の方から話していきます。注意点の方をまずお話ししたいと思います。はじめに、お話しするときは次の点に気をつけてくださいということで、全員をさん付けで呼び合うようにしてください。音が悪いですね。例えば、宇佐美さん、井ノ原さん、あと、しおりんは、しおりんさん、しおりん。シオリンで大丈夫はです。い、しおりんらしいです。例外がいました。はい、次いきます。皆さんが聞き取りやすいように、ゆっくり喋るようにしてください。私も気をつけます。あと、三つ目、他の人の発言を遮ったり、反論ということはないようにしてください。仲良く、楽しくやっていきましょう。次にこのグループの分科会の流れをお話しします。井ノ原さん、少し下げてください。下がらない。まず自己紹介です。自己紹介はご自身のお名前と、趣味や好きなこと、もし何か趣味や好きなことに関するエピソードがある場合は、それを一言でお願いします。あ、井上さん、ありがとうございます。あ、すみませんでした。先ほどは。よろしくお願いします。こちらはお一人30秒程度でお願いします。その後、参加者の方や団体の方の、紹介と、分析シートの内容紹介を合わせて4分30秒ほどでお話しください。で、3分30秒したら、聞こえますか？こういうベルが鳴ります。ので、参考にしてください。で、紹介の後に2分ほど質問タイムを入れますので、わからないことがあったら私も聞くようにしますが、参加者の方も何かわからないことがあればどんどん聞くようにしてください。それで、もう少し下にお願いします。参加者の方に、この内容紹介の際に気をつけていただきたいのは、参加者の皆さんの強みなどを生かして、他のグループの方の取り組みを助けることができる、もしくは協力し合えることができる、また、こういった機会を与えることができるといったことがあれば、メモしておいてください。他には、私たちの団体はちょっと助けることはできないけど、他の団体、こういった団体だったら手助けできるかもといったアイデアがあった場合には、それもメモしておいてください。3番の方の書き留めた内容のシェア。
というところで、他の団体に、シェアしてもらいますのでよろしくお願いします。こういった流れで進もうと思います。大丈夫でしょうか。大丈夫そうですね。はい、では、進めていきます。まず自己紹介です。最初は私から、ファシリテーターを行います。宇佐美香織と言います。趣味は美味しいものを食べることです。 ですが最近外食とかができませんのでおうち時間を充実させようとしてハンモックを買ったんですけど、ハンモックを置く場所が部屋になくてベッドの横に置いてあって、なんか寝る場所ばっかになってしまってます。ちょっと計画性のないファシリですが頑張りますのでよろしくお願いします。では次、井ノ原さんお願いします。どうも、井ノ原と言います。よろしくお願いします。趣味なかなかないんですけど、家の周りで、子供といろんなことをして遊んでるところ時間が一番楽しいです。エピソードとしてはこれからいい時期なんで、落ち葉が落ちてくるのでそこで、穴掘って、野菜入れたり魚入れたりして、そこで食べるとかそんな感じで楽しんでます。このファシリテーターさせていただくんですけど、この取り組みで、30秒です。はい、どうもよろしくお願いします。今みたいに時間が切れますよ。よろしくお願いします。はい、続いて、はい、もう、ね、お願いします。はい、事務局の。しおりんです。次。はい、しおりんお願いします。はい、しおりんです。お願いします。今日はグラフィックレコーディングをさん担当するので、結構顔下向いてると思うんですけど、iPad で頑張って書いております。で趣味は料理が好きで、もうストレス発散で 1,2 時間ずっと料理作って作り置きを冷蔵庫にいっぱい貯めることが最近好きです。はい、お願いします。はい、もう次いきますね。事務局の藤田です。お世話になります。私の、趣味ですけど、ドローンと、今、船舶2級取りましたので、クルージングの練習を、に勤しんでおります。また機会があったら、ぜひ皆さん、瀬戸内海の海を一緒に、クルージングしましょう。よろしくお願いします。続いて今回、サポーターでですね、はい、よろしくお願いします。サポーターで、永井さんという方が入っていただいています。はい、昨年の塾生さんです。永井さんの方、すいません。ご挨拶お願いします。はい、初めての方もいらっしゃると思うんですけど、今日はサポーターいう形で参加してますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。永井さん、今年もよろしくお願いします。はい、では順番に行こうと思います。細井さん、よろしくお願いします。聞こえてるか。あれ、細井さんいます？あ、ミュートですね。あ、細井俊樹と申します。よろしくお願いします。去年もですね、競争塾参加させていただきました。趣味はっていうふうに考えると、休みの日に何してるかっていうふうに考えたところ、地域活動と、あと研修会に参加するというようなところが主なところかなというふうに思います。今日もですね、今朝から、地域の草刈りに参加しましたし、午後は競争塾ということで、やはり同じようなことをしているかなというふうに思っています。よろしくお願いします。僕今日河川清掃してました。なんか親近感を感じます。よろしくお願いします。やっぱ、はい、次荒川さんお願いします。はい、よろしくお願いします。プロジェクトスマイルに所属してます、荒川弥生と言います。福山に来てまだ2年目で、初心者なので、ビンゴ地域のいろいろなところを巡るのが最近の好きなことです。地域についていろいろ教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では金田さんお願いします。はい、金田真由と申します。趣味はですね、最近家でできることというふうに考えて、季節に合ったパンを作ったりだとか、日本語以外の言語を勉強して、フランス語とかタイ語を最近勉強してます。よろしくお願いいたします。料理上手が多いですね、このグループ。はい、三橋さんお願いします。はい、三橋と言います。好きなことは、お酒を飲むことなんですけれども、今、緊急事態宣言で外に出られないので、
明けたらそのコロナと共生しつつ飲みに行きたいなと思っています。よろしくお願いします。ぜひ行きましょう。近く、はい、次三谷さんお願いします。はい、三谷です。趣味は年取ってくるとだんだん変わってくるんですが、若い時には、卓球とそれから仕事が趣味でした。で今は、ボランティアが趣味です。時々小説を書いてます。以上です。すごい。去年続きよろしくお願いします。では新宅さんお願いします。はい、福山ワールドフェスティバルで代表してます新宅千代と申します。2019年の、未来競争塾のにも参加させていただきました。趣味は人間観察 と、神社仏閣が好きなので、神社巡りなどが、大好きです。でフェスティバル の私たちのメンバーは全員で4人いて、いろんなこう心のボーダレスっていうところでみんながこう、住みよい地球町、福山を目指して活動しております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。栗原さんお話できるんですかね。どうなんでしょう。はい、まだ大丈夫ですか。大丈夫です。はい、じゃあお願いします。はい、新宅さんと一緒に活動します福山ワールドフェスティバルの栗原智子です。2019年 の未来競争塾を見学に行って、あ、こういう活動をしてるんだなっていうのを知ったんですけど、今回自分が参加することになってちょっと驚いてます。趣味は最近は、夜空を見るのが楽しいので、昨日の夜は、お月様と近くにある木星を見れて、嬉しかったです。以上です。そうなんだ、今度見上げます。はい、次井上さん、すいません先ほどはよろしくお願いします。松田財団井上と言います。よろしくお願いします。私は昨年から引き続いて参加させていただいてます。今の私の趣味はですね、昨年動けなくなってからメダカを、ずっとメダカ飼ってたんですが、昨年からメダカ繁殖させるようになってかなり。あ、井上さんごめんなさい、はい、ちょっともう少し声を大きくしてもらっていいですか。聞こえてないですか。あ、今聞こえました。あ、大丈夫です、ごめんなさい。今の趣味はメダカを飼っています。昨年は1500匹ぐらいに増えたんですけど、近くの池に放したら今年はほとんどいなくなってしまったんで、今年はちょっと川に放してですね、生きていけるようにしたいなというふうに思ってます。よろしくお願いします。試行錯誤なんですね。よろしくお願いします。では谷本さんお願いします。はい、谷本浩二と言います。初めて参加させていただきます。福山駅前のアイネス福山という商業施設の運営管理してます。宮橋さんと同じくにお酒が好きですね。特に日本酒、また一緒に飲みに行きましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私も知りたいです。よろしくお願いします。では最後宮口さんお願いします。あ、はい、宮口と申します。駅前の下町通りで焼肉と鍋の店をやりながら、あと商店街の理事をさせていただき、今趣味としては最近このコロナで店が休みですので、バイクのレストアを今してまして、今 SR400 っていうのをちょっと動いてなかったのを持って帰って、今やっと動くようになって、今週中に車検を持っていければいいなというような、もうそういうことをやっております。よろしくお願いします。すごい、よろしくお願いします。では、一通り全員回りましたかね。まだ自己紹介していない方いれば大丈夫そうですね。では、2番、参加者の紹介と分析シートの内容紹介の方へ移らせていただきます。こちらの方をもう一度確認ですが、自分たちの強みが、他の団体の、弱いところに活かせるようであれば、メモをしておいてください。よろしくお願いします。では最初に、よいしょ。細井さんからリストの順番でいきたいと思いますので、細井さんからよろしくお願いします。はい。自分たちの強み以外ですね、ものっていうのもアイデアとして、この人に役に立てるんではないかなっていうことがありましたら、そういうところもメモしていただけると皆さんにお役立ちできるのではないかなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、事務連絡になってしまうんですけど、あの藤田さん、宮口さんって途中退出3時半ですよね。あ、申し訳ございません。ちょっと、はい、はい、その後がちょっと用が入ってますので。そうですよね、はい、そこにあの間に合うように設定しておりますので、細井さんからお願いします。はい、細井と申します。改めましてよろしくお願いします。僕挙げてるのは、あの福山駅前の活性化というかですね、福山駅周辺の活性化というところが課題かなというふうに思っています。まあ、なぜそう思うかっていうのは、福山駅の周辺がやっぱり寂しいのは悲しいです。まあ、私福山出身で福山生まれで、今福山在住ですけれども、 U ターンで、去年帰ってきたんです。去年帰ってきて思うのは、やっぱり福山駅だいぶ変わったなというふうに思うんです。で、寂しくなったなというところで、悲しさというのがあるので、そこのにぎわいというか、また活性化、人が集まる場所になってくればいいなというふうに思います。で、重視するのはやっぱり楽しさですね。福山駅の周りが楽しくなるといいなと思いますし、まあ、福山駅の特徴としては、城が近くにあることっていうのが一番あの周りの人からも言われていることかなと思うので、そのあたりを、利用しながらですね、福山駅活性化していけるといいのかなというふうに思っています。で、私自身あの WeDog っていう、一般社団法人でに関わっていて、車椅子の、方がですね、歩きやすいようにとか移動しやすいようにというような活動をしたりしてますので、そういった活動も一緒にできるといいのかなというふうに思っているところです。以上です。合わせて分析シートの方もお話ししていっていただければと思うんですけど、ですね、これで大丈夫ですか。分析シートに習ってお話をしたつもりです。はい、そうですよね。あ、だいぶ早かったので、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、でしたら、いろいろと質問の方を1個だけ補足させてください。はいはい、あの事務局からなんですけど、あの皆さんそう思われた動機もですね、ちょっと教えていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。細井さん、そのことを思われた動機もちょっと合わせて。U ターンしてきて、福山駅がこう寂れてる感じがしたんです。で、寂しいのはやっぱり悲しいなというところが一番の動機ですね。いいですか、事務局さん。はい、谷本さんごめんなさい、チャットの内容はあのまた後であのお聞きする時間を作りますので、まずは、細井さんが行いたい福山駅周辺の活性化というものに対していろいろ質問がある方お願いします。あのじゃあ私の方から、車椅子の方が動きやすいような活動っていうのは具体的にはどういった場所でどういったことをされてるんですかね。もう少し膨らましてお話ししていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。車椅子の方も含めて、いろんな方に集まっていただいて、で、街のマップ作りみたいなのをやってるんです。で、ここは歩きやすいとか、ここはこう車椅子でちょっと段差があるから動きにくいとか、あとはあのトイレに入ってみてここのトイレは使いやすいとか使いにくいとか、で、WeLog ではそういうアプリを、作って、やってるので、そういったものを活用しながらですね、福山駅周辺が移動しやすい街になるといいなというふうに思っていますし、ウォーカブルタウン構想っていうのもあると思うので、そこと連動して何かできるといいのかなというふうに思っているところです。なるほど。ちなみにその一緒に活動されてる、その活動されているというか、あの藤田さんミュートにしてもらえますか。違うかな、藤田さんじゃない。はい、すいません、事務局がお騒がせしております。その一緒に、見に行かれる方とかそういった車椅子の方っていうのはあの毎回お探しするんですかね。一緒に協力してくれる決まった方がいるんですかね。ある程度決まったスタッフみたいなのもいるんですけど、それはもう全国、はい、
各地に散らばっているので、まあ、そういう人が福山駅に集まってくれるかどうかっていうところが一つ課題なのと、で、まあ募集して、来ていただけるかどうかっていうのが一つ課題かなというふうに思っています。なるほど、なるほど。他何か聞きたいことありますか？はい、いいですか？あ、お願いします。三橋さん。はい、三橋です。その先ほど福山駅が他のところと違っていいところっていうか、あの差別化できるところでその城を挙げてたと思うんですけれども、その具体的にその城を使ったイベントっていうか、その活性化できるようなことって考えてたりしますか？私が考えているというよりは、これあのホームページか何か見たんですけれども、城の中に駅があるみたいな、そんな雰囲気になるといいのかなというふうに思っていて、まあ、福山の印象をですね、あの外部の人たちに聞くと、やっぱり新幹線が止まったらすぐ城があるみたいな、そういうイメージなので、そのイメージをもっとこう膨らませて、それを外に発信できるといいのかなというふうに思っています。ありがとうございます。そうですよね、あの新幹線の目の前に城があるってなかなかないんですよね。なかなかないと思います。はい、僕もあの元々名古屋の出身なので、初めて来た時は城が目の前にあるって思った印象があります。他あと30秒ぐらいなんですけど、どうですかね？すいません、いいですか？はい、お願いします。はい、あのすいません、谷本ですけど、あの団体名のこの WeLog さんっていう活動内容を教えていただけます？はい、ありがとうございます。代表を務めてらっしゃるのが小田由里子さんっていう方で、車椅子の方なんです。でその方が立ち上げた団体で、まあ、一番はあの街歩きイベントっていうのをやって、その街のマップ作りをやる、それから、アプリを作って、まあ、車椅子の方でも利用しやすいようなトイレとか、あと商業施設とか、そういったところの、案内をするっていうところが主な活動かなというふうに思います。はい、ありがとうございます。今チャットにあの Vlog の方、Vlog を載せさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。助かります。はい、またお時間あるときに見てください。はい、では、時間も近づいてきましたので、次の、プロジェクトスマイルさんに移ろうと思います。発表が3名いるんですけど、どなたですかね？あれ？プロジェクトスマイル、最初のあの団体の説明は荒川さんの方からしていただいて、その後あの分析シートの内容は私の方から発表することになっています。あ、分かりました。じゃあ、お願いします。はい、プロジェクトスマイルの荒川です。まず簡単に、私たちの団体についてご説明させていただきます。昨年の競争塾で、生まれたグループで、正直まだ活動自体は、歴が浅いグループとなっています。で特に、今回の競争塾に参加させていただく私たち3名は、まだそんなにプロジェクトスマイル自体の活動には参加しきれてない部分がありまして、まあ、あのこの後金田さんに説明していただく今年やっていきたい取り組みっていうのを分析シートに基づいて説明させていただいて、皆さんと交流を深めていきたいなと考えています。この団体自体は福山市が若年層を中心に流出人口が多いところを課題に捉えて、町に愛着を持って若い方に定着していただきたいなという町づくりを行っていくことを目的としています。それに伴って今年実現したいなという取り組みを説明させていただきますので、金田さんお願いします。はい、荒川さんありがとうございました。ではここから私の方から分析シートをもとにお話しさせていただきたいと思います。私たちプロジェクトスマイルはですね、ビンゴ圏域の魅力を再発見できるマイクロツーリズムを実施したいと考えております。でこれを通して参加者同士のつながりの創出や地域への愛着の増加を実現させたいというふうに考えております。でこの取り組みを実現したい理由からまずお話をさせていただくんですけれども、2点挙げています。1点目はですね、コロナ禍であの人間関係が変容しているからです。これによってあの
人間関係の変容があると思うんですけど、その中で人々の生活に幸福をプラスできるようなコミュニティを地域の中に作りたいというふうに考えております。2点目はですね、外国人労働者をはじめとしたマイノリティの方々と地域も支えられるような環境を作りたいというふうに考えているからです。こういったことでより多くの人々が、住みやすい地域になるんじゃないかなと考えて、この取り組みを実現したいと思っています。で、続いて実現するための団体の弱みと強みをそれぞれ2点ずつ挙げたいと思います。まず弱みなんですけれども、1点目が資金集めやホームページ作成に詳しい人がいないということです。2点目は、今回競争塾に3名参加させていただいてるんですけれども、この中に福山の魅力をよく知る人がいないという点です。続いて強みなんですけれども、まず1点目、ツアーのプランニングをはじめとした旅行業の知識を持つ人が、団体内にいるということです。2点目は、団体の所属者の世代が幅広いことです。続いて、プロジェクトスマイルが運営活動をする際に大切にしていることをお話しさせていただきます。ただ私たちの団体、先ほど荒川さんの方からも、説明があったように、まだ出来上がってから短いので、今後こう活動する中で大切にしていきたいことっていうのも含めてお話しさせていただきます。まず、団体内で個人の強みや興味をもとにチームを編成して役割分担をしているんですけれども、そのこうチームごとの活動もありつつ、全体がこう同じ方向を向かって団体として共通認識を持って進んでいけるように全体での共有の場を持つということも大切にしています。2点目は、それぞれ取り組む人が主体性を持って取り組めるような環境づくりというものも大切にしています。実際に今年プロジェクトスマイルがイベントを実施したんですけれども、その際も、私実行委員として関わったんですけども、自分のこう役割っていう範囲内にとどまらず、私が提案したいことややりたいって言ったことは任せてもらったり、そういったことが一つの大きな魅力なのではないかなと思っています。で、ちょっと時間もあると思うんですけど、最後の実現したいことの質問っていうのは今言っといた方がいいですかね。動機について、動機について、なぜその取り組みをしたいかっていうところなんですけど、先ほど1点一番最初に言ったんですけど、まだちょっと足りなかったっていうところですかね。じゃあ質問の方に移ろうと思います。1点だけ私からちょっと先に質問させてください。マイクロツーリズムっていう言葉が出てきてるんですけど、ツーリズムとどう違うんですか？これは荒川さんの方からお願いしていいですか？はい、そうですね、私旅行業に勤めてるんですけども、今コロナ禍でこの約2年ほど、旅行っていうのは全く動いてない状態です。で、海外旅行をはじめとして、長距離の移動が伴う旅というのは人々の中から失われつつある中で、県内だったら移動していいよっていうような施策が行政から出されているので、近場で新しい楽しみを見つけようという方の動きが増えています。でありきたりな観光地だったり景勝地を回るだけでなくて、そこでしかできない体験だったり、意外と自分が住んでいる地元の知らなかった場所を訪れたりということで、地域の人と触れ合ったり、そこでしかできない体験をして余暇を過ごされる方が増えているので、そういったものを福山でも創出したいなと考えています。はい、ありがとうございます。では、他質問あればお願いします。ちょっとごめんなさいね、時間がないので1問ぐらいになるかと思います。藤田さんの方から動機についてちょっと質問をいただいていたんですけれども、マイクロツーリズムを私たちがやりたい理由は、最初に説明をさせていただいたんですけれども、ごめんなさい、 今で分かりました。荒川さんの説明で、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、なさそうですかね。なさそうでしたら、ちょうど時間ですので、次の団体に移ろうと思います。ありがとうございます。でしたら次は、三谷さん、よろしくお願いします。はい、わかりました。
先ほどお話ししましたように、私、いろんなボランティア活動を最近やってます。で2002年に姫路から福山の方へ帰ってきまして、2006年退職して、2007年から設計事務所開いてるんですが、それ以降ですね、福山というところは意外とそのいいところがたくさんあるのに、皆さんに知られてないということに気がつく、ということからですね、まずは私が育った今いる福山の草戸というところを中心に活動を開始して、それでご存知かと思うんですが、草戸には国宝の妙院というのがあります。したがってそこで妙院を愛する会というのを立ち上げて、そして活動を開始しました。それからさらに、妙院を愛する会、妙院というのは、これもご存知の方はよくご存知ですが、中世鎌倉室町時代の、草戸宣言というのがやはり草戸にあります。この中の一角で、ここももう少し皆さんに知ってもらおうということで、草戸宣言ビレッジというのを立ち上げました。そして、現在もまたいろんなプロジェクトを立ち上げてやっています。それで草戸宣言ビレッジの中に、草戸の里という、休憩所的なところがあります。これ、画面共有で出していいんですかね？大丈夫らしいので、お願いします。ちょっと井ノ原さん、共有解いてもらえますか？画面共有できませんと出てるんで。なるほど。ちょっと待ってくださいね。三谷さん、はい、もしあれでしたら、チャットに入れてもらっていいですか？今できるようにしました。はい、今できるようにしたのでお願いします。はい、ですね。これ、草戸の里の建物なんですけども、出てますか、画面は。出てないですね。出てない。そうですか。じゃあですね、ちょっと画面のこちらの方で、これ見えてます？もうちょっと上かもしれないですね。上。もうちょっと上。これくらいですか？それぐらいです。草戸のまで見れます。草戸の里というとこです。これ、約300坪の土地で、現在は、町内会の役員会とか、それとか、学童保育に若干使ってるだけで、ほとんど空き家状態になってます。それでご存知のように、コロナで、ここ2年間は観光客も来ないしというので、非常に空いてまして、これをもう少し有効的な活用ができないかというので、今回参加しました。で、現在、いろんな中の作業とか工事もやってるんですが、皆さん、ここに興味がある方がおられれば、一緒にここの運営も含めてやっていきませんかというのが、私の、今回参加した狙いです。それで、ここがどのように素晴らしいかという話をまずしますと、先ほどお話ししましたように、妙院とか、妙院には歩いて5分、鞆の浦には車で30分、駅からは車で15分というところ、の位置にあります。それから、草戸、この建物のこの敷地の中に草戸宣言の中世鎌倉室町時代の、発掘現場もあります。それから中にも露天風呂もあったりですね、卓球場もあったり、いろいろ多目的に使えるんですが、ちょっと現在はその目的を十分果たしてないということで、メンバーの方で一緒に、改造あるいは運営をしていこうという方があれば一緒にやりませんかという相談です。まだ時間あるんですかね？あと20秒です。ごめんなさい、ベルが聞こえなかったです。はい、わかりました。ありがとうございます。三谷さん、ごめんなさい、ちょっと見にくかった人もいると思うので、もし、はい、チャットの方にさっきのやつ入れれたら入れておいてもらえますか？この絵をですか？そうです、そうです。見たい方いるかと思うので、それと質問ある方はよろしくお願いします。大丈夫そうですか？あ、いいですか？ミュートですね。すいません、井ノ原なんですけども、三谷さん、今活動されていて、三谷さんたちの活動の強みですね。強みって何でしょうか？
ですね、うん、今までやったことのないところの活動を新しく始めたということで、はい、まあ、非常にその行動力がある団体ですから、例えば明院愛する会立ち上げて、すぐもう翌年には観光客が従来の5倍以上も来たというようなことで、うん、非常にその、まあ、一般的におもてなしの気持ちで皆さんをお迎えしてるし、またガイドもしてるし、それから江戸時代以降一度も公開されたことのない明院国宝の中の建物を、まあ、これはしょっちゅうじゃないんですけども、ガイドしたりですね、とにかくいろんな活動、行事をする中で、まあ、下に福山市、あるいは福山市以外の方もまあ来られるという状況になってまして、まあ、いろんなホームページとか、それからまあ、フェイスブックとか、それからメールマガジンとか、従来何もなかったものをどんどんと広げていって、まあ、活動していると。だから強みというのは、まあ、実績が出てますということで、さらにその草戸の里をそれに乗せて、さらにその、まあ、活動を広げて実績を上げていこうということで、一つと新しい展開をしていきたいということで、まあ、もし一緒にやろうという方がおられ、まあ、ちょっと今の説明だけでは分かりにくいと思うんですけども、もし一緒にやってもいいという方があれば、一緒にやりたいなというふうに思っています。まあ、その時には経営というか、その経営もそうだし、企画もそうだし、まあ、肉体労働もいるんですけども、そういったトータル的なところ、どの部分でもいいんですけども、まあ、力を貸してほしいというふうに思ってます。基本的には皆さんボランティアですか？で、そうです。全部ボランティアです。ああ、大変ですね。無償です。はい。ああ、これは将来的になんか、収益化できたりとか、いいなとかいう思いはご存知ですか？例えば、明院愛する会は、中を拝観してもらうには、拝観料500円もらってますから、もう収益は上がってます。収益は上がってるんですが、うん、まあ、私自身会長をしながら、やってくれてるメンバーに少しずつですね、例えば1日1000円でも払うという提案したんですが、もう皆さんいらないと。いわゆる気持ちでやりたいと。お寺ですから、それをするならもうやめるという方が多くてですね、ちょっとそれには中座しました。したがって皆さん全員ボランティアです。すごいですね。ありがとうございます。感謝してます。はい。はい。ありがとうございます。いいお話もありがとうございます。すみません。ちょっと時間がそろそろなので、次の方に行かせていただきます。では、次、つきまして、福山ワールドフェスティバル実行委員会の方は、どちらの方がお話ししますか？あ、新宅が話をさせていただきます。わかりました。お願いします。はい。私たちは、メンバーが全員こう外国にこう関係がある、メンバーで、まあ、張さんっていうのは台湾出身の方なんですね。で、日本人と結婚されて、まあ、日本にも20年近く住まわれている方で、で、栗原さん、末広さんっていうのは、まあ、英語の先生をしていると。で、海外に留学経験もアメリカとイギリスに、お持ちです。で、私自身も、ベトナム関係のことや、まあ、中国にも私も、留学していたこともある関係で、まあ、海外の人と、まあ、こう、よくこう、接する日々を過ごして、来てます。で、その中で、外国の人っていう、まあ、私がそもそも外国人と、こう、過ごしている中で、結構福山の人って、こう、10年ぐらい前だと、こう、まだ中国の方がすごく多い時で、割とこう、偏見じゃないけど、なんかちょっと苦手意識を持たれている方が非常に多くてですね、バイトを探すと、ところから住む場所で日々生活のこう案内板でみんながこう集まるところっていうのが非常にこう少なくて、で何かちょっとことがあるとすぐあの国の人たちはっていうふうにこう見る方がすごく多くて、でそこを何とかするには、もっと知ってもらおうと、日常どういう生活を人がね、してるかっていうのを知ってもらうっていうところから発信をしていけばいいんじゃないかなっていうことをしてたんですね。でそこから、2019年に、まあ、リム福山で第1回ワールドフェスティバルを開催をしてみました。5、6カ国の食のブースと、あと、ステージを使って、いろんな国の人の食を食べてもらいながら、知ってもらう。うん、まずは知ってもらえば、
ちょっとそういう偏見が少しでもなくなるかなっていう試みからスタートしてみました。で、この時が結構割と3000人近く人が集まってきていただいて、で、すごく盛況だったんですが、その翌年ですね、2020年からは、まあ、コロナの関係もあって、そういったこうイベントができなくなって、で、まあ、オンラインで開催をしたんですが、まあ、オンラインで発信していくっていうところですね。で、今年も引き続きまたオンラインで、配信、発信をしながら、まあ、お料理のこと、まあ、食のことであったり、そこの文化のことであったりっていうのを配信をしてきました。まあ、そういったことをじゃあどうしてするかというと、やっぱりいろんな人がもう福山にも本当にたくさん外国の方がいらっしゃるし、もう随分前から多文化共生、多文化共生って言ってる割には、なんかこう、絵空事のような、ところがなんかまだちょっとあるんじゃないかなっていうところでもっと地に足についた、本当の、多様性を認めたこう世界を作っていきたいなっていうところで、まあ、ボーダレスっていうところをテーマに、活動をしてきています。で、まあもう本当にこう国籍だけじゃなくて、まあ人種とかジェンダーとか LGBT とか、そういったこう無意識感の心の、垣根を、壁を、まあ、取っ払いたいというところが、まあ今回の実現したい、テーマにはなっています。で、まあこの、なぜそれを実現したいかっていうところは、やっぱり、まあ国を超えた、世界観を持った人が本当にたくさん増えることで、まあ、福山の町も日本も心地よい、まあ、社会で世界平和に、まあ、ちょっとつながっていくのではないかなと考えたからです。で、私たち団体の、強みと弱みですね。弱みっていうところはやっぱりこう資金力っていうところと、まあ、常設した、こう、活動場所って、常に、まあ、ここに来れば、まあ、福山の情報はもちろん、外国のことにつけても、いろんな、こう、情報がある、集まれる場所っていうところが、まあ、あったらいいなっていうところですね。で、あとは、やっぱりこういった、この、心の、こう、外国の人に関するお話とか、そういったことを話せる場所、まあ、今日、教育の場所っていうところが、先生、佐藤先生がお話しされてたんですけども、そういった教育の場所での、こう、話ができるところっていったところがあったらいいなと思っております。で、強みっていうのは、やっぱり海外留学などで、そういった他国での生活をしていた、関係もあるので、そういった関係、お友達ですね、人脈が割と持ってる方が多いので、そういったつながりから何かこう、情報とか、アイデアとか、そういったことが、発信できるかなとは思っております。はい。はい。わかりました。ありがとうございます。あ、ごめんなさいね。すいません。遮ってしまって。以上です。はい。はい。はい。では、何か、もう少し聞きたいなとか、ここも少し詳しくというところがあれば、聞いてみてください。すいません、いいですか。はい、三橋さんお願いします。はい、三橋です。すいません、ありがとうございます。その団体の、まあ、人数とか構成の、なんですかね、その国とか日本人がどれだけいるかっていうのって教えていただけますか。あ、私たちのワールドフェスティバルの。あ、そうですね、はい。あ、もう本当に4人だけなんですよ、今は。こうメインで動く人の人、はい、はい、その4人から、まあ、その、イベントをするときにお声掛けをして、そのときはこう集まってもらうっていうふうな形を今は取っています。あ、そうなんですね。うんうん、なんか、もっと増やしたりとか、その、他国の、また別の国の人の方を入れたりとかっていうことは考えてたりはしないんですか？そうです。常時ではこう、いないんですけど、うん、まあ、個々の方が、ここでこう知ってるので、うん、うん、そこのつながりで必要な時だけ集まる状態です、ね。あ、なるほどです。はい、はい。だって大体、
私はアジアがやっぱ中心なので、ベトナムとか中国と、まあ、台湾と、あとはイギリスとアメリカっていうのがメイン。あとはまあオーストラリアとか、そういったところもポツポツとはいますが、はい、そんな感じです。あ、はい、ありがとうございます。新宅さん。はい。いいですか。はい。見たいんですけども。こんにちは。ご無沙汰してます。どうも。あのですね、最近最も新しいニュースなんですが、はい、あの、病院をですね、まあ、病院だけじゃないんですが、はい、福山のその神社、中心に有名、はい、あの、3カ所、4カ所かな。それを世界的に広げようというんで、今、あの、10カ国言語に直してですね、あの、資料を、これ、あの、国の方の予算もらってるみたいですけども、ある業者が。それで今、それで動きかけてるんですよ。だから、あの、まあ、ちょっとこれまだオフレコ的なところはあるんですけども、そういった意味で、それができればまた福山にもですね、どんどんと外国人が来る可能性出てくるのと、それとあの、その時にですね、看板で一番トップに持ってくるのは何言語がいいですかという質問があったんですが、福山って今、一番多い住んでる人って3500人、ベトナム人なんですよね。はい。はい。ね、はい。で、まあ一応ベトナム語でお願いしますという形ではしたんですけども、まあそういった形であの、まあ病院もですね、やっとあの、いろんなところで、あの先ほど、まあね、あの、いろいろとどういう強みがありますかという質問ありましたけども、やっとその世界にですね、広がるようになってくるんで、もしまた、俊拓さんのところに来られたら、ぜひ病院に来て、はい。もうあの、QR コードで全部見れますので、あ、はい。せっかくですね、はい、ぜひよろしく、はい。お願いします。内容とは関係ないんですけど。私があの、日本語学校に、あの、勤めてた時は、必ず病院に連れて行ってたんですよ。ありがとうございます。はい、はい。もう財産だと思います。はい。はい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。三谷さん、新宅さん。またお話しする時間は作りますので、次の団体の方に移ろうと思います。はい。続きまして、井上さん、よろしくお願いします。はい。松田大臣、井上です。聞こえますでしょうか？はい、大丈夫です。よろしくお願いします。ちょっと私どもは、皆さんとはちょっと対違うんですが、タイプが違うというかですね、自分たちがどうこうしたいというよりも、そのお手伝いをしたいということで参加させていただいてます。あの、松田財団は1984年に設立してですね、一貫して青少年の先生、音が聞こえないんですけど、あ、聞こえてませんか？聞こえません。いや、確かに聞こえてます。聞こえてますね。あ、どうでしょう。ごめんなさい、もうちょっとだけあのマイクに近づけてもらってもよろしいでしょうか。マイク、うん、すぐ口の前にしてるんです。あ、今聞こえてます。今聞こえてます。あ、そうですか。すいません、聞こえなかったら言ってください。言ってくださいと言ってもちょっと用直さないんですけど、はい、あ、それぐらいの大きさで言っていただいたら。いいですか。はい、はい。それでですね、マサ財団は青少年の健全育成ということにずっと取り組んでいます。あの、健全育成として実際にやっているのはですね、全国の大学の先生方の研究に対する研究助成とですね、この広島県、山口県に対してですね、あの、市民活動の支援をしています。これは市民活動といっても青少年の健全育成に関わる市民活動への支援という形でやっています。それと、あの、もう一つ若者の団体にですね、対して若者をつなぐ場っていうのを支援しています。んで、私たちとしてはですね、あの、私はこの福山のこの会議に参加させていただいているのは、やっぱり広島と比べてですね、福山の皆さんにあまり知られていないなと。松田の影響力が小さいというのがあるんだと思うんですけど、あの、福山からの応募がやっぱり少ないです。昨年も参加させていただきましたけど、やっぱり応募はありませんでしたので、やっぱり広島市中心で応募されています。山口県よりは広島県全体の方がそれ多いんですけど、全体で少ないなっていうのがあってですね、私自身が福山市の出身なんで、ぜひ福山にもう少し支援したいという思いがあってですね、あの、皆さんのご意見を伺いながら、我々が支援することができればですね、そういうので応募していただきたいなというふうに思ってます。あの、直接財団というのは直接自分たちが何かをするっていうわけではありません。その自分たちのパートナーを求めて市民活動されている方に支援して、その方々がより、あの、活動しやすい環境を作ってあげるっていうのが我々の仕事ですので、ぜひそういう形でですね、お手伝いができたらというふうに思ってます。以上です。はい、わかりました。ありがとうございます。
何かまず質問等あればお願いします。どうですか？新宅さんお願いします。はい、井上さんありがとうございました。次世代を、ね、担う子どもたちの、青少年に対する育成の支援なんですが、福山市にはやっぱり先ほど申しましたように外国人が非常に多いんですね。で、また外国人の方が結婚して子どももたくさん今産んでて、外国人の子どもたちっていうのも非常に今増えているんですね。そういった子どもたちに向けてのそういう支援っていう育成支援みたいなものはあり可能ですか？それは大丈夫です。それは通常の対象になってます。あ、わかりました。ありがとうございます。井上さん、もう少し時間がありますので、今の対象のところについてもう一度教えていただいてもよろしいでしょうか？はい、我々が言ってる青少年っていう言い方をしますんで、大体今皆さん18歳以下ぐらいだろうというふうに思われるんですが、基本的には6歳から24歳ぐらいを対象にしてますと言いながらですね、だんだん範囲は広ってまして、もう幼児から20代ぐらいまでは我々の対象に入ってます。ですから、そういう若者が何かのいろんな経験を積める、そういう形の市民活動であれば何でも対象です。それと、若者つなぐ場っていうのは逆にその子どもに対して何かしてあげるではなくて、若者が何か社会貢献をしようという若者のグループに対して支援するということをやってます。で、この募集なんですが、来月半ばから1月半ばにかけて募集しますんで、来月の半ば、あと1ヶ月ぐらい後にですね、公開する予定にしておりますんで、ぜひ対象であると思われる方は応募していただければなというふうに思っております。最近ですね、最近っていうか、本当コロナでやっぱり皆さん動けずに、なかなか苦労されてます。応募も今減ってますんで、今やろうという時には今チャンスかもしれません。だいたい我々のところで市民活動で年間800万円の支援をしております。4月から3月にかけてですけど、800万円でだいたい1団体10万円から50万円ということでやってます。だいたい30団体ぐらい支援しています。はい、分かりました。詳しくありがとうございます。事務局の方でいろいろシェアしていただけるのかな、どうでしょう、藤田さん。これは教祖塾塾生の皆さんに、全員にご紹介をさせていただきます。あと、チャットの方にそれぞれの団体さんの活動なんかも、今入れさせていただいておりますので、確認をお願いできればと思います。井上さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。井上さん、藤田さん、ありがとうございます。でしたら次に移ろうと思います。牛越さん、丸西さんのところは本日欠席ですので、もう一つ次の方にお願いします。谷本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。画面共有できます？あ、はい、お願いします。あ、ちょっと待ってください。はい、できるかと思います。はい、見えました。あ、今デスクトップが見えてます。デスクトップ見えてます。これ何、横向きですけど、横向きです、ね、見えてます。はい、横向きです、ね、上のプラスとマイナスの横に90度回転させるボタンが、はい、あ、これね、はい、はい、それです。ありがとうございます。お願いします。ちょっと縮小線と全部をつなげ、マイナス、はい、すみません。はい、ですね、アイネス福山の管理をしてるんですけども、2017年から福山駅前の歩道を使った、取り組みをですね、商工会議所とか地元の商店街、大型商業施設とやってまして、オープンストリート福山っていうのを社会実験をやってます。今5回ぐらいありました。で、まあそういう中で、アイネスの前のオープンカフェをやろうということで、去年のコロナ禍の中で、福山市の国家戦略特区の認定を受けまして、キッチンカーとか、
コンテナハウスを置きましてですね、毎日ステーブルを出してやってるんですけど、今回ですね、国の林野庁の補助金を受けまして、歩道100メーターにですね、ウッドデッキを敷く工事をこの秋から来年の1月末までかけて行います。で、まあ、一つここでですね、このウッドデッキを敷くだけじゃなくてですね、ここに、にぎわい作りを作りたいなと思ってます。で、まあ、まあ、専用でここうちが管理するということになってますので、まあ、ここでマルシェをするのか、それとも物販をするのか、なんか体験をするのかみたいなことをですね、コンテンツをこれからいろいろと考えていきたいなと思ってます。で、そういった中で、私どもはですね、まあ、スタッフが私と女性2人の3人でやってましてですね、それを全部やるっていうのは非常に厳しいなということで、まあ、今回、藤田さんにお話をしたところ、今回この競争塾に参加をされて、まあ、見たらどうかということで、お話をいただきましたので参加をさせていただきました。まあ、私ども、まあ、場所もこうありますので、まあ、この歩道だけではなくてですね、まあ、今回お話を皆さんされる中で、まあ、場所であったりとかですね、まあ、そういった部分は空間もありますから、またそういうことも一緒に、協業できるかなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ください。その団体というのは、ね、どういった、どういった力を欲しがっているのかを教えていただけたらなと思います。はい。はい、ちょっと繰り返しになるかと思うんですけど、はい。はい。まあ、強みはですね、まあ、これといってはないですけども、まあ、こういう駅前の施設をやってますので、資金的には、持ってます。で、ないのは、人材です。それと人とのつながりが、まだまだ希薄なんで、そういった部分でいろんな方とこうつながっていきたいというふうに思ってます。以上です。はい。はい、わかりやすいです。ありがとうございます。はい、他何か質問ありましたらお願いします。はい、細井です。はい。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。すごくいい取り組みかなと思いますし、にぎわい創生、まちづくり非常に重要かなと思いました。で、福山市の福山駅前再生推進室っていうところが、はい、主にですね、開発、まあ、福山駅前の開発をこれから進めていかれると思うんですけれども、はい、そこと何か連携をされてるとかっていうことはありますか？はい。ですね、この事業は、基本的に民間、私どもだけでやってます。まあ、建設会社の山崎建設さんと、広島の荒谷建設コンサルタントさんと、福山市立大学の根本ゼミと、共同でやってる事業です。ですから、内容的には、駅前再生の方にも、一つは今回、ここでバスが止まる内容については、駅前再生の事業なんですね。で、まあ、花壇なんかも、今の既存の部分を壊したりするにあたっては、お話をさせてもらって、一部残すって言われてたのを、まあ、この辺、南の方はほとんど撤去してくださいよとかいう話を詰めた中でですね、土木部管理課とかですね、市の、使用部分と協議しながら、ここまで今積み上げているという状況です。はい、ありがとうございます。はい、ぜひ何かしらの形で関わらせていただければと思いますので、また。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、何かありますかね。はい、いいですか。あ、お願いします。この秋から工事が始まるって言われたんですかね。そうですね。花壇の撤去が市の方が10月の後半から11月後半まで、その後土デッキの設置を12月ぐらいから来年の1月後半まで。なるほど。大体その実際にイベントとか企画ができるって言ったらいつぐらいを予定してるんですか？そうですね、今ここの歩道のネーミング募集をしてまして、来年の1月末まで、募集を始めやってます。で、まあ、工事が始まれば、皆さんもいろいろと、興味を持っていただけるかないかと、1月末まで、ネーミング募集をしまして、お披露目は、まあ、3月とか
暖かくなってからイベントをやりたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。またあのお話の時間ありますので次の方に移ろうと思います。でしたら次は宮口さんお願いします。あ、共有もありがとうございます。はい、はい、お願いします。はい、どうもです。表示の方には山のファームっていう形で参加させていただいてるんですけど、まあ、母体的にはあの最初に説明させていただいたあの飲食業をさせていただいてますあの株式会社 B-WAVE っていうものを運営してまして、その中の一部に山のファームっていう形でさせていただいてます。で、まあ、これはあの山のっていうところは福山市の北部なんですけど、あのこちらの方であの古民家がありまして、まあ、これはあのうち の, あの身内の家なんですけども、誰もあの引き継ぐものがいなく、まあ、姉妹ばっかりですので、このまま放っとくともうあの、まあ、空き家になってしまう、もうそのまま放置っていうのが結構北部はありますので、それじゃあちょっとね、せっかくあの私の祖父ですね、あのおばあちゃんおじいちゃんたちが住んでるところをそのままもうね、あの潰してしまうのは忍び難いですので、私が行って管理をしながら、でちょうどあのそこのファームという名付けたのは、ゆずの木がここに50本ありまして、それに今栗の木も今10本近く、あとあのお茶畑があったりしてましたので、まあ、そこら辺を利用して体験型ファームっていう形と、まあ、古民家を利用してあの民泊施設とかいうものをあの今後あのしていこうとして、今いろんなちょっと試しであの皆さん泊まっていただいたりとか、であとあのゆずを使った商品はもうあの開発して、一応あの名前がビンゴクラブっていう名前で、あの山野のポン酢とかあのゆず胡椒とかあの塩ゆずですね、一時あのレモン塩とか流行ったような形で、そういうものを商品化して、今 JA さんとかあの、まあ、店前さん一部で販売させていただいたりとかして、まあ、これをできればあの維持するあの資金の方に当てて、まあ、独立の山野ファームっていうふうには持っていきたいと思ってるんですけど、まあ、こう関わって今3年目になるんですけど、まあ、なかなか今あの私とあともう一人手伝ってもらって、大体あのボランティアで運営してまして、まあ、あのファームっていうのはね、本当は片手間ではできない、もうほとんどがあの収穫とかいうよりはもう草との戦いが多くて、まあ、あの皆さんボランティア来ていただくときにはね、大体あの収穫とか何か、まあ、それも大変なんですけどね、実際柚子の収穫なんかはもう人手が必要ですので、で期間もね、あの限定されてますので、その期間の間にするとかいうのを、まあまあ、ボランティアの方にはね、楽しんでもらいながらっていうのでね、あの大変な仕事作業をしていただきながら泊まってもらったりとか、休憩時間にあのバーベキューをしたりとかいう形であの運営してまして、まあ、今後はあの地域と一緒に、まだ他のいろんなあの山野の良さもありますので、せっかく山野に来ていただいたら、今あのよく竜頭の滝とかあの山のキャンプ場とかあるんですけど、まだ観光地化するにはあのちょっとあのアイテムが少なすぎますので、いろんなものを備えて、山に来たらこんな楽しみ方もある、まあ、あのこの前例ですけどね、荒川さんとことちょっとあのご協力していただいて、山のうちのファームの上に岩屋権現っていうのがございまして、まあ、あの皆さん多分ね知らないと思うんですけど、来られたらね、福山にこんなとこがあるのかなっていうようなあの場所なんです。あの岩がもうくり抜いて太古の時からあるっていう、まあ、どれぐらいでしょうかね、50坪ぐらいの広さの洞穴っていうかありまして、そちらの方で体験ヨガをして、終わった後にあのうちの古民家であの昼食をとり、帰りにあの竜頭の滝寄ったりとか、あのテノワールさんですね、あのとかあの山野のワイン、太田さんのところのワインナリーの見学とかいうコースでちょっと体験をさせてしていただいてっていう、そういうミニツアーですねとか、まあ、あの今後こういうものを増やして、あのうちだけではなく山野自体 の, あの活性化を進めていきたいなと。でやっぱりあの地方から今山野に若い人たちがね、あの住み着くようになってきて、何件かあの増えてるんですけど、今はあのやっぱりね、皆さんあの山で住みたいっていうのはすごいいいんですけど、やっぱりこれを長年何年か住もうと思うと、やっぱ生活とかいろんなものが出てきますので、そこら辺を我々のところと一緒になってあの生活できるパターン、いろいろやっぱり収入がないと月だけでは生活できませんので、
地域の高齢の方たちとか、そういう新しい若い人たちとでいろんなことを協力しながら、うちのファームもそうなんですけど、私がずっと付きっきりで古民家をしたからって管理もできませんので、地域の方たちと協力をしながら、少しでもそういうお金がなったりとかいう生活の足しになれるような方向に持っていこうと今努力しております。何か皆さんにいい知恵がありましたら、いろんなことを、ね、協力していただいて、これを続けていければ、もっともっと古民家がいっぱいありまして、もったいないからね、この辺をね、活用できるような、そうすると泊まるところもいろんな、よくテレビなんかではね、そういう古民家を使ったとあるんですけど、それやっぱ管理するっていうのを、私それじゃ無理ですので、ちょっといろんな団体っていうか、いろんな知恵で組織にしていきたいなと思っております。何か皆さんご協力があったらよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。草抜きの話はそういうことだったんですね。何か質問ありましたらお願いします。どうですかね、今のお話でわからないことがあった、もう一度聞きたいことがあるという方いらっしゃいますか。はい、それです。はい、お願いします。ありがとうございます。山のかなりですね、移住者が増えてきてるっていう風な話を聞きます。で、若い方増えてきてるっていう風な話も聞くんですけれども、一方でその若い人からの話で、教育どうなのかなみたいな、小学校が廃校になったりとか、そんな話もあったりするので、何かこう教育部分で充実したものができると、もっと移住者も安心して暮らせるのかなっていう風な気がしました。そうですね、今ですね、山野の小学校、中学校がありまし、あるんですけど、実際まあ、人数が少なくなって廃校になりかけたんですけど、今ちょっと太田市議の方とかが今動いてまして、小中学校一体型にしてという形で、今、とりあえず存続は決まってるんですけど、まあ、本来であればね、あと山野自体で受け入れして、よく子どもを預かって、学校に行ってもらうとかいうのもよくよそではやってますので、そういうものができたりとか、まあ、本当は移住していただいて生活するのが一番いいんですけど、まあ、今お子さんが来られてる方がいるんですけど、ちょっと地元で少し離れたところの学校に通われたりとかしてるんですけど、まあ、やっぱりちょっとそこら辺が、学校自体はね、小学校、中学校まではね、近くにありますので、まあ、ただ、町の中みたいに歩いていけるとか、ね、近くの人だったらいいんですけどね、やっぱ行動範囲が広いですのでね、そこら辺は何か今ちょっとバスにしても何か不便、交通っていうのがやっぱ送り迎えが必要になったりとか、やっぱりよく最近地方ではマイクロバスみたいなのとか動かしてっていう、その時間帯とか地域の協力っていうのは、まあ、今後の課題になると思います。森の幼稚園みたいなのはあるわあね、いいと思うんですけどね、まだすみません、ちょっとそこら辺まで教育とか何かまでね、ただ、まあ、今太田さんのところがやってる西本なんか、まあ、ワインもそうなんですけど、まあ、子どもに体験とかいうのもうちの方もそうなんですけど、これからメインにして、やっぱり子どもたちに引っ張り込んでやっぱ体験してもらいながらっていうのが、やっぱり売りにできるものなのかなっていう、やっぱ日頃うちも今年お茶の摘みをやったんですけど、5月の時に、普通茶摘みってなかなかしたことないじゃないですか。で、それをまあ自分で摘んでもらった後に加工して持って帰ってもらう、まあそんなにねすごいいいお茶ができるわけじゃないんですけど、体験ができるそういうものがっていうので、こういうものがちょっと積み重なっていけば、いろいろ、まあ、これからだったら栗拾いして、取った栗をね、すぐアルミでくるんで、焚き火の中に入れて焼き栗ができるんです。こういう美味しいのでね、そういうものをしてもらったりとか、まあ、この前もホタルの時にちょうどそれをやりましたら、夜空を見ながら、まあ、バーベキューしたりとか、いろんな福山の良さをもっともっと発信できるかなって、北部の今私自身も町の中では理事、商店街の方の理事もさせていただいて、まあ、谷本さん、アイネスさんとか一緒になって、町の活性化っていうものはさせていただいてるんですけど、今度はもう町プラス北部、今度はまあ南部もなんですけど、やっぱり福山市全体をいろんな形で盛り上げていきたいなと思っております。はい、ありがとう。